どうも、たまっぴーです。ワンハッピー店長の井原です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日やっていくのはワンピースカードゲーム専門店ワンハッピー2024年10月の売上報告トーク。まあ、暗いんですよ、ちょっとテンションが。最近ね、結構不調続きのお店です。はい、不調続きっていうか減少商売になってないなっていう感じですね。はい、とりあえずここら辺でどんな店なのかっていうのを久しぶりに皆さんにお見せしつつ、ちょっと僕も見てコメントしていこうかなっていう感じで、まあ、とにかくそのまだ継続してチャレンジはできるんだけど、できること全部やっていかなきゃいけないなっていう状態で、数字いきなり聞くとどういうのちゃうんで、ちょっと店を見てね、いいところも見ていこうと思います。お願いします。ワンハッピーね、まずね、平日土日祝朝10時から23時まで驚異の営業時間です。これがね、まあ、赤字の原因にもなってるっていうこともあるんですけど、まあ、かなり便利に使ってもらいやすい営業時間、こう幅広い時間でやってますので、東京の JR 山手線高田馬場駅っていう、かなり乗降者数が日本で見ても、東京で見ても、世界で見ても多い、たくさんの方が利用してる駅の徒歩1分、いや30秒目の前ですね。はい、で買い取りのアピールもね、以前に比べて派手な色を使ってね、まあ、頑張ってるぜみたいな感じなんだけど、ここ1行にしてもっとカード画像でかい金額でかい方がいいかな。これいいよ、限界買い取り中、うん、これは良くない。これはぐちゃぐちゃしてるし、なんかね、数量限定のところで多分ちっちゃくなっちゃうんだよね。これ 縦にしたらいいんじゃない、数量限定を。縦屋さんもやってるとこあるけど、分かりました。これをここにすると、うん、でかくすると、このカード画像と値段大丈夫かな。で、肝心からの値段が、その白の縁なしは目立たないから、はい、そうですね、これは辛いです。買い取りキャンペーン3万円以上買い取りに持ち込みいただいた方は、次の診断の予約購入できる券をプレゼント。予約券がサービスについてくるんだね、買い取りに使ってくれたらね、はい、そうです。買い取りをね、強化したいんですよ、この店。それで、あの手この手やってるんだけど、まあ、なんかコマコマ貼ってあるから、上になんかその買い取り大強化中とか、はい、その在庫少なすぎます、買い取りご利用お願いしますみたいな、はい、その在庫枯れちゃいますみたいな、プレイヤー多すぎみたいな、これにもう見出し書いた方がいいな。そうです。ここ買い取りだから買い取りについて書く、ここ大会だから大会について書く、タイトル入れましょう。で、店入って最初にあるのがセレクトオリパ。これ今も売れてるの？そうですね、3000円はやっぱりロングセラーじゃないですけど、やっぱり引きやすい、人気常連さんも引いてくれるような。シングルカードの方でもさ、話したけど、ここもさ、その段をもう1列増やして7列にして、はい、そのセレクトできるラインナップを増やした方がより出ると思うね。そう、そのやっぱり一番いいのが、特賞1等、2等、3等、それぞれに欲しいものがある状態が一番このタイプのオリパは引かれやすいんで、種類を分けるようにしましょう。はい、で、セレクトオリパ1000円もやってたんで、今もね、1000円も1回なくなったんですけど、また復活しました。これね、あの単一タイトル専門店だと、このやつは、まあ、例えばハレリア、ハレリア2、マジック、ポケカでも人気だし、 FAB でもね、上でも人気だし、はい、結局高需要って感じか。え、1000円のセレクトオリパン3等でキュールフィーもらえるの？そんな値下がっちゃったの？そうですね、前2500円したぞ、これ今いくら？980円とか、もうそういう、ちょうど3等、はい、にしても1000円のオリパで外れで980円もらえるのもすごいけど、これが980円まで下がっちゃったの？そうですね、みんな欲しい人がもう集めちゃった後にバック向かれて出てくる分はどんどん下がるって話だね、需要が。そうですね、やばいっすよ皆さん、今ワンピカード始め時ですよ、マジで。カードいいカードが安く手に入る。あ、ここはショーケースは一応7列になって、はい、前よりも品が増えてる。なんか変だねこれ。そうですね、ちょっとあんまり見栄えは良くない、見づらいかもしれないですね。なんかそのパラレルノーマルで固めて、そのパラレルの中でコスト順にするのか値段順にするのか、はい、でも値段順だとワンピカードの値段って激しく入れ替わるから、パラレルノーマルのコスト順とかの方がいいんじゃない。段の順もここ小さく見て作業するの大変だから、はい、ただ前よりはよくはなってる、ね、ワンピカ始め用セットなんかいまいち、
なんか微妙にショーケースの中で目立たないし、ポップが多分この箱の陰で隠れちゃってるのね、この壁との間でね。そうですね、ポップがもっとせり出してた方がいいかもね。でもこれ確かにちょっとはお得だけど、なんか3000円払って、はい、3400円分ぐらいが手に入るっていう感じだから、なんかちょっと微妙だよね、古いスターター入れてるよりも。訳あり特化コーナー大丈夫かな、これちょっと日焼け心配だな。これ遮光、一応遮光ではあるんですけど、うん、まあ、直射来てるわけじゃないから、まあ、大丈夫そうではあるけどね。ストレージコーナーもね、前よりは間引きできてるんでしょうか、これは。なかなか手がついていないストレージもあります。手が回んない、本当かな。俺そのこの店って商売規模に対して人件費がとても多い状態だから、はい、人の手は余ってないとおかしいと思うんだけど、そのマイナス2人で作業的には回ると思って、シフト的にはと思ってて、はい、これだとなんかその探すときノイズが多くて、まあ、レアカードはともかくノイズが多くて、なんか売れるもんも売れなくなるっていうか、コーナー自体の魅力が減ると思うんだよな。各種詰め合わせセット、これなんだ、海賊旗フォイルの、海賊旗フォイル、こんな入って100円なの。バラ売りした方がいいじゃん、普通に売れないの、もうノーマルがいいの、みんな海賊旗を。シングルで海賊旗があんまり出ない、結構詰め合わせにして、うん、ちょっとこれ開けてみていい、はい、100円、100円やばくない、これ100円ってさ、はい、普通にノーマルで集めるよりめっちゃ安くプレイ用パーツ集まらん、これだってドラベストだからさ、めちゃくちゃ安いじゃん。大槌でしょ、伊豆を使う、はい、使う、伊豆を使う、カポネベッチ使う、シャーロットブリュレーは、ま、時たま、あ、こっちのブリュレーは使わないかも、アマル、まあ時々使う、犬神ぐらいはさようなら、なっちゃった、カポネベッチたまに使う、ゴムゴムの大槌だって青波のもう固定パーツだもんね、はい、ブランニューめっちゃ使う、アマル、ベル、ベルゴは使わないな、エルトール使う、ブランニュー、紙ブランニュー、ブランニュー4枚集まったぞなんだこれ、100円で、100円で神じゃんこれ、え、めちゃめちゃいい詰め合わせですね。全部海賊旗フォイルでいいでしょ別に、はい、これはお得だね、ちょっともう1個開けてみて、はい、それも、はい、まあまあでも普通に売れないなら別に100円でも喜ばれた方がいいよね。そうですね、これツアーでも売ってますか、海賊旗フォイル単体のやつは出してない、まだ出してないです。海賊旗フォイルで全部揃わないっていうところが難点だよね。そうですね、全然いいけど光っててもそのスリーブをして気にならないし、あんま邪魔にならないで、レジューラもね、なんか前よりは見栄え良くなってて、スターターかさばりも減ってるし、ボックスも少しそのままボックスさばりできるものも増えてきたんだね、最近はね。そうですね、福袋も売ってるしね、はい、デッキ販売も、まあ、最近活躍してるティーチだけ売り切れてるけど、6000円のデッキが優勝するってすごいよね、普通ね。レベル高い大会でね、まあ、結構手が取りやすくなったかなと思います。まあね、ちょっとここのスリーブと近いから目立たないから、こっちにもうちょっと寄せた方がいいかな、はい、ってなんかこれ中丸くん、はい、カードの動画みたいなガチ改善、このあとちょっとこのネットほこりあるからメンテが行き届いてないで、はい、足が当たんなきゃいいと思うんだよね、こう、はい、ブーツのハイブーツの人とかなんていうの、底上げブーツの人とかが当たんないぐらいの高さだから、はい、し商品上の方が取りやすいしの感じでね、そうです、お客さんね上に詰めてください、はい、って感じで、以前よりね店がねよくはなってるようには感じてるんだけどね、売り上げ切っていきましょうか、はい、ぬるっといらっしゃいませ、はい、ということでね店内チェックしてきたんですけど、まあ、前よりは良くなってますね、ただ
まだ完全体かっていうと完全体じゃないかなって感じですね。はい、さあ売上いきますか。2020年、はい、10月売上買取現金差分収支の順でいきましょう。はい、お願いします。わかりました。売上からもう一気にいっちゃいますか。はい、はい、じゃあワンハッピーの2024年10月の売上は1423万円です。ん？あれ？1423万円。はい。あれ？何のあれだと思う？思ったより売れてると思う。あ、本当ですか？うん。あれ？先月より減ったかな？先月よりは250万ぐらい減ったの。だよね。はい。あれ？なんかね、今球団環境ももう落ち着いて、意外と前線してる売上金額な気がする。結構発売月でもないし、はい、まあ、目星大会自体はあったけども、でもそこに向けて打ち込む人って結構もうカード持ってたりする中で、はい、なんとかかんとかあの手この手で喜ばれて売上が作られたみたいな感じの数字っていうか、なんか日報とか見てる感じの合計値はもっと下に思えてたんだけど、はい、多分いつもその東京 FAB と並べて送られてくるっていうかさ、はい、LINE でそれぞれ来るんだけど同じ時間に、はい、FAB の方がすごい良くて錯覚になってたかも。あ、確かに FAB と比べると半分くらいの印象だよ、ね、半分とか、はい、6割とか。確かに体感ほんと半分とか。1423万円もご利用いただいてたんだ。はい、たくさんのご利用ありがとうございます。ありがとうございます。まあでもね、別に売上がそんぐらいあってもね、全然赤字になる可能性は結構高いと思ってて、それを覚悟してるんで、もう実はその買取も行きましょう。はい、10月の買取額402万円になります。402万円。はい、これは現金差分は大丈夫そうな感じに思えてきて、収支は分からんけど、はい、買取400万円台って逆に結構まずいね。1423万売ってて半分ぐらい買い取れて、あと問屋さん仕入れとかでいくら買われば理想だけど、はい、結構少ないね。3割以下。 そうですね、うん、まあ、今までの中でもワーストの買い取り金額になります。一番低い。一番低い。なるほど、わかりました。一旦次行きましょう。現金差分。はい、現金差分が350万円になります。プラス350万円になります。そうだよね、あまりにも買い取れてないから、はい、カードは減ってお金は増えたみたいな感じだよね。そうですね。収支。収支がプラス50万円になります。お、プラス。プラス。プラス。プラス50万円になります。プラスだって、え、プラスだって分かるから。プラス。プラスですね。まさかの。まさかの。え、嬉しい。プラス。いや、こんな経営者いるかよみたいにまたコメントが書かれちゃうけど、本当に覚悟してたんですよ、今月も赤字を。本当プラス50になりました。え、在庫は減ったよね。在庫は、先月からマイナス420万円減ってます。つまり300万円ぐらい資産価値的な在庫が減って、お金が350増えてプラス50みたいな感じか。そうです。販売費とかも全部入れたんだよね、はい、まあ速報値ではあるものの50万黒字。黒字になりました。黒字ハッピー。ありがとうございます。ありがとうございます。え、素晴らしいけど、とりあえず素晴らしい。赤字続きだったから黒字は素晴らしい。黒字を重ねたら商売続けれるし、発展のチャンス無限にあるから。でも赤字を続けるとその可能性はなくなっちゃうからっていうことなんで、ちょっとでも黒字になってるっていうのを聞いてよかったです。ひとまず店もこう見て一応よくはなっていってるしね。しかし在庫が減ってるため、その11月のスコアとか期待できないね、これね。そうですね、このまま行ってしまうとまた赤になってしまうんじゃないかなっていう。なんかその走ってる状態じゃなくてそろり歩き状態の経営になっちゃうよね、在庫少ないとね、はい、商売の分析トークとかもね、いろいろあるんだけど、まず一旦寄せてください。パックを開封して余ってる、そのノーマルのね、パラレルじゃない
カードの束とか使わなくなったデッキのパーツとかワンアッピー、本当にたくさんのプレイヤーの方が来てくれて遊んでくれるんで、たくさんカードが売れるんですよ。でたくさんカードが売れる、そして専門店ということは安価なカードにも結構比較的ね有料な値段で買い取りができるし、僕ら在庫ないんで本当在庫欲しいんで頑張ってるんで、ぜひねワンハッピーの買い取りのたくさんのご利用お待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。3万円以上の買い取りで診断の予約の優先権のキャンペーンも行ってます。でさあ大事なこと1回言った後でもう1回言おう、はい、買い取りお願いしよう。で、売上1400万円台意外と耐えてるなっていう印象っていうか、結構思ったより良かったなって感じなんだけど、その背景はどういうことがあったんでしょうか。はい、先月よりも PC シングル、店内で買われる PC シングルの売上に関してもアップしてまして、おそれもやっぱりショーケースの在庫が充実、まあ、より充実したっていうところもそうですし、やっぱショーケース売れる。そうですね、ショーケースやっぱりある程度お客さんやっぱり見に来てくれるので、うん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 、やっぱり以前よりもやっぱり出やすくなったなっていうのはありますね。商売感が出てそのカードを買うことが増えて、はい、買いやすいものが増えたからなんか PC とかもついでにこれも欲しいなっていう、その何か買うならこれも買いたいなっていうのが増えたかもね。そうですね、ついで買いみたいなのは増えてるかなと思います。あとはあの傷ありの高額系のカードが、うん、あのちょくちょく出るようになりまして、確かにコミパラの状態 B とか結構売れてたかも。そうですね、うん、今まではあの売れなかったのでうちとしても仕入れる、まあ、買い取ることが難しかったんですけど、うん、少しずつ出るように回転するようになってきたのでうちとしても傷ありのコミパラを、まあ、昔よりかはちょっと強気で買ってるようになったのかなっていうところもあるかなと思います。これねその感覚の個人差あると思うんですけど、ワンハッピーってその状態のクレームがねめったにいただかないんですよ。で僕から見てもえこれ状態 B A じゃねみたいな、このちょっとした線傷で状態ワンランク下げちゃうのみたいな。まあでもそのワンピカードっていうタイトルの文化もあるし、それにしても結構その状態ちゃんと見てるからワンハッピーって、だ状態 B だけど綺麗じゃんって言って結構売れてる気もするんだよね。そうです、ここの状態 B は見る価値があるみたいな、はい、3-on-3増やした影響とかどうですか。そうですね、お客さんはより増えるようにはなりましたね。もともと月水のみだったんですけど、うん、あの金曜日も20時からの 3-on-3 の大会増やしまして、はい、やっぱりもともと火曜日と金曜日が来客数が落ち込む日だったんですけど、金曜日の来客数とかも増え始めて、うんうんうん、まあ、3-on-3の効果としてはお客さんが増えたっていうのはありますね。あと平日日中にね、あの、はい、民間の大会主催者さんに、はい、まあ、うちも民間だけど、なんて言うんだろう、大会他の大会主催者さんに協力してもらって、はい、あのワンピカ町田組カップとかさ、はい、天竜杯とかさ、ここで昼間ねやってもらったりして、また普段いらっしゃらない方がねいらっしゃるようになったりとか、そういうのもいいかもしれないですね。あとやっぱ店長がね髪の毛緑にして100日後にゾロになってキングを倒す男みたいな動画を上げ出してちょっとバズってたりね、それもいいんじゃないですか。やっぱそれもちょっと影響してるんですかね。俺7話になってさ気づいたんだよね。YouTube ショートと TikTok とインスタリール全部上げてるから分散はしてるんだけど、インスタリールで3万5000再生の動画とか出てるんですよ。全部足したら1万回超える再生のものもたくさん出てて、すごいやん、やるやん。いや本当ありがたい限りです。ただあれ100回もネタ続くかな、ちょっとそこが心配ですよね。だって7話か8話ぐらいでもうただ筋トレしてたもんな、ゾロの背中を作るまで。ただのトレーニングがトレーニングしてるだけだみたいな。まあちょっと成長する過程をちょっと100話ちょっと頑張りたいなと思ってるんで、はいはいはい、はい、まあ、とりあえず買い取りが少なかったのが今度どうしたろう。そうですね、そもそも件数自体が先月から比べて160件ぐらい少なかったです。おで先月が531件の買い取りがあったんですけど、今月だと370件、少ないっちゃ少ないか。でも1日10件以上の買い取りをご利用いただいてるから、件数もでも少なくなっちゃってるし、単価もやっぱカードの全体下がってるから、そうですね、トータル金額も下がってるって感じかな。そうですね、ちょっとね余ってる本当にあの雑多なカードでもいいんで、物量も歓迎なんでね、はい、ぜひ買い取りのご利用お願いします。カード足りてません。そして結果ね、現金は
増えて、まあ、会社全体で実はカードンと違って会社全体でお金そんなには困ってないんだけど、やっぱり単体で見た時にお金をマイナスし続ける店だとやっぱ運営形状良くないから、はい、それもプラスになって良かったし、収支的にもね、あのプラスということで、はい、ただ11月がちょっと在庫が少なくて鬼門ということで、そうですね、どうなるかまたちょっと変な言い方だけど楽しみにしてますというか、はい、ここはちょっとそのビジネスモデル的に俺が直接入ってどうこうっていう、もうでも直接行ったね、なんか一回ね、トモハッピーハイとか行って、あ、そうですね、トモハッピーハイ結構集まってくれて嬉しかった。ああいう感じでまたちょっと遊びに来ながら動画撮りながら店の様子も見て裏でコメントできたらいいなと思うんだけど、直接はそのがっつりコミットできないしすべきじゃないと思ってるから、はい、ちょっと今後もあのいろいろ足し算になること全部やりきって、はい、はい、頑張ってください、よろしくお願いします。お願いします、まあ、とはいえこれちょっと変な感じだからやっぱ言っちゃうと、実はこの11月は東郷は店長じゃないです、この店の井原店長じゃないですそうですね、最初店長ですってなったけど、はい、10月の売上報告動画で10月店長だったんで、はい、店長って言ったんだけど、じゃあどこ行っちゃうのっていうと4階のフレッシュ&ブラッド専門店東京 FAB の店長になりました。ありがとうございます。そして逆に東京 FAB の店長だった矢口くんがウワンハッピーの店長です今、はい、交換留学的な感じで、その店長をスイッチしてそれぞれの店をより違う視点で育てたり、2人の店長がさらに育ててもらいたいなっていう感じで、まあ、同じビルなんですけど店長今入れ替えて11月から2ヶ月やる予定なんで、まあ、皆さんはちょっと両方のお客様におかれましては空気感がちょっと違うなっていうこともあるかもしれないですけど、逆に違うフロア行けばしょっちゅういると思うんで、はい、あのちょっとねこれも店とその会社のね成長のためにやってますね。ぜひちょっと寂しい思いもあると思いますがご理解いただければ幸いです。はい、ということでどうぞ。お願いします。ワンハッピー新店長です。よろしくお願いします。矢口です。まあオープニングメンバーなんだけどね、はい、あの頼もしくて東京 FAB の店長になって活躍してもらってたんだけど、はい、両方の店をもっと進化させたい、2人をもっと進化させたいということで、なんか髪の毛明るいな。いや本当そうですね、僕がゾロで、はい、僕はちょっとコビーで行かせてもらおうかな。コビー、はい、東郷のゾロはまだ顔もなんか分かるけどコビー似てないね。まあなんかアルビダの船乗ってた頃ぐらいのコビーに旧コビー、はい、泣き虫コビーで、はい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 、ということでまあね、あの2人ともねさらに成長しつつ両手を盛り上げてくれると思いますんで、皆様よろしくお願いします。お願いします。これからもワンハッピーのご注目ご声援ご利用よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。また明日。